花札はね、とっても簡単。同じ絵柄を合わせてデッキ役を作るだけ。さあ、お水がね、お助けしますよ。場を見てみると、手札を見てみると、菊に杯で菊の王冠叩けそう。それから松の光も叩けちゃう。どうする？霧も叩けちゃう。叩けるものがいっぱいあると迷うよね。菊の杯ゲットすれば月見で一杯、花見で一杯狙えるし、松や霧を叩けば3個も狙えちゃうかも。何から取ろう。優先順位的には菊かな。松場に2枚出てるし、赤取れなくてもカステ取れるでしょ。霧は回ってくるのを願う。ということで菊を取ろう。よし、赤が出た。あ、うっそ、ここで月光出ちゃった。いや、もう叩くしかないよね。いってらっしゃい。でも早い、月見でいっぱい。さあ、ここでね、恋恋か上がりか選べるんだけど、うん、松の光あったもんね。3個狙えるでしょ。これは恋恋してポイントを稼ごう。ということで、こいこーい。うん。そうそうそう。で、どうする？松よりも先に切り取っておくの手だと思う。いけ。よし、これで参考確定だね。じゃあね、松叩けるもんね。じゃあ、松いっちゃいましょうか。これで参考やった。さあ、どうする？上がるか恋恋か。相手のね、札見るとまだ役できてないでしょ。うん、私たちはちょっと次何取れるかわかんないけど、かけてみる？いっちゃう？じゃあ恋恋。うん、さあ、このね、恋恋言ったのがいい選択だったと、ありますように。さあ、雨でも雨入り思考を狙いたいよね。だからちょっと雨はね、キープしておこうかなと思う。そして桜のカスも取っておくでしょ。ということで、坊主の活性を捨てたいと思います。捨てちゃって。よし、これで獅子叩こう。で、種狙ってもいいね。よし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 。これはカスと短冊で選べるんだけど、うん、カスよりも短冊の方が揃いやすそうだから、短冊狙いで。よし、お、桜来た。ということで、やばい、思考だ、思考。いくよ。いいね、思考揃った。そして花見でいっぱい。どうする？残り1枚は雨の思考で最高の5個が手に入っちゃう。でもね、ここが難しいんだ。ここで恋恋言って上がり役ができないと負けちゃうんだよね。思考で終わりにしちゃおっか。ということで、思考8も、月見、花見でいっぱい、18も大量。ということで、おみつたちの勝ち。ちゃんちゃん。